フワンベラスコアルバラード、フワンベラスコアルバラード、ホアベラスコアルバラード、1910年6月16日から1977年12月24日は、ペルーの軍人、政治家、大統領。1910年6月16日、ペルー北部のピュラで、大初人の息子として生まれた。幼年期は、貧しい生活を送っていたが、 高校を卒業してリマに上京し、1929年にペルー陸軍に入隊した。陸軍では士官学校に入学した後に順調に出世し、1959年には将軍に任命された。1960年代のペルーの政治は不安定であり、1962年にはシエラ、山岳地帯のクスコ県で、 農地改革を求めた、ヒキールのゲリラが放棄しており、1965年にも、シエラで、キューバ革命の影響を受けたが、IR を引いて放棄した。ペルー陸軍は6ヶ月をかけてこのゲリラを鎮圧したが、ゲリラと共に8000人以上の貧しい農民が、殺害され、また、鎮圧のために、アメリカ軍に要請したナパーム弾の供与が否された、ことは、ペルー社会の遅れと、アメリカ軍離れ、 そして改革の必要性を軍人たちに認識させることになった。こうした社会的背景の中、ベラスコは1968年10月3日に、無血空出た、デを追放して、権力を握ると、翌日タララ協定への無効化を宣言した。ベラウンデテリー大統領は1968年8月13日に、スタンダードオイル系のインターナショナルオイル、IPC と、 タララ協定を結んでいたが、タララ協定は i p c が違法に採掘した石油代金をペルー製に支払うことと、その価格について取り決めた11ページ目が紛失しており、スキャンダルと化していた。ベラスコは10月9日に i p c の全資産を接収し、国民の喝采を得た。その後、ベラスコ政権は、自らの政権を軍部革命政権と位置づけ、 1968年に高等軍事研修所シームの作成したインカ計画に基づいて国家の構造的改革を進めた。反帝国主義を掲げたベラスコ政権は東ヨーロッパ諸国と国交を樹立し、1969年2月にはペルーの200海里を侵害したアメリカ合衆国のマグロ漁船を打破するなど自主外交と対米従属からの独立が進んだ。 1969年6月24日には、ドゥパクアマルーニセヒの兵庫と共に、農地改革法が交付され、南米最大規模の農地改革が実施された。これにより、政権の正当性は著しく強化され、最終的に44家族支配と呼ばれていた農地に依存していたペリューの地主化党支配層は解体された。エドアルド・ガレアーノはこのことについて1970年に、 著書、収奪された第一ラテンアメリカ500年の中でこう、書いている。従属論の影響を受けていた、ベラスコ政権の目指した基本的な立場は、資本主義でも共産主義でもない人間的な社会主義であり、ユーゴスラビアの自主管理社会主義がモデルにされた。1971年6月には、大衆の政治参加を実現するために、全国社会動員機構、 サイナモスが設立された。1969年12月には、司法改革が行われ、若手の中堅放送の要請に従って腐敗した最高裁判事がこうてつれた。ベラスコは、またそれまでインディオと呼ばれていた人々を、差別的な響きを持つインディオから、カンペシーの農民に呼び変えるなど、先住民の復権を図った。こうした政策は、民衆の支持を集め、ベラスコは、 LG の中国人の意。ペルーでは親しみを込めて使われるの愛称で呼ばれた。経済面では外国経済の従属から脱して国民経済を確立しようと輸入代替工業化を推進した。セロでパスコ同会社や両子会社などは国有化され銀行への統制も進み、1970年6月にはプラード一族の所有物であり、 経営破綻寸前だったバンコポプラールを国有化した。外交面では、従来までのペルーの取っていた、アメリカ合衆国一辺党の外交から転じ、1971年にアルバニア決議に賛成して中華人民共和国と、1972年にはソ連やキューバと国交を樹立した。東ヨーロッパ諸国や西ドイツをはじめとする、西ヨーロッパ諸国や日本、 さらにはチリをはじめとするラテンアメリカなどとつながりを深めた。また、非同盟運動を推進し、第三世界諸国とも交流が深まった。ベラスコの築いた軍事革命政権は、アンデス諸国の革新的軍事政権や、パナマのオマールトリホス政権などにも倣され、一つのモデル体制となった。また、この時期に後に式典に参加したベネズエラ。 陸軍士官学校生のウーゴ・チャベスに自ら政治改革に関する書物を手渡した。しかし、ペルー経済は低迷し、1973年のオイルショックがこれを加速させた。ベラスコは1973年2月に病気によって左足を切断したが、この事件以来、ベラスコの猜疑心は強くなり、政権内部での不協和音が目立つようになっていった。 同1973年9月11日のチリクデターで、それまで友好的関係を保っていたチリ人民連合のサルバドール・アジェンデ政権が崩壊し、強烈な反共主義を掲げたアウグストピノチェト政権が、イデオロギー的対立からペルーを敵視し始めると、チリとの軍事衝突の危機が高まった。周辺のパラグアイ、ボリビア、ウルグアイなども反共を掲げる。 軍事政権が成立しており、ペルーの孤立化は進み、1974年には、アメリカ合衆国やチリ、ブラジルなどで、ベラスコが太平洋戦争で失う旧ペルー領のタラッパカを脱回するために戦争を仕掛けようとしているという噂が広まった。ピノチェとは、この衝突の危機を利用して、軍事政権による国内の引き締めを図り、気候師団を北部のアントファガスタに集結させた。 さらに、軍部の権威主義的な姿勢と大衆参加の実現は折り合いがつかなくなり、結果的に民衆は政府が定めた参加型プロジェクトによって反対運動を進めた。1975年2月には経済的失敗から警察までもがストライキを行い、このストで治安機関が交代したことにより、プエブル方便から暴徒と化した群衆が押し寄せて暴動に発展し、 リマを略奪した。この暴動の制圧のために軍が出動し、死傷者1000人以上を出した。一方、ベラスコ自身の体力も限界に達しており、2月28日には脳卒中で倒れた。4月にベラスコは復帰し、6月にはケチュア語が公用語に制定されたが、経済危機は軍内の反ベラスコ派をまとめるのに十分なほど進行していた。ベラスコは、 最終的に1975年8月29日に軍内制度派、中道派の将軍による無血空デタで失脚した。結果的にベラスコの政策では意図された従属経済の克服は叶わず、公務員層の肥大化により、ベラスコ自身が嫌った、官僚化が進んだ。農地改革により、地主化投資配送は解体されたが、起とした。 加藤支配層の完全解体には至らず、農地改革による農村部での権力の空白が1980年代のセンデロルミノスをはじめとする農村ゲリラの頭を招いたとの見方も存在する。しかし、ベラスコはトゥパクアマル2世による反乱以来、ペルー近代史上初めてペルーの抱える病理に対して抜本的な対策を取った人物であり、 ペルー革命によってインディオの復権が進められた結果、インディオはピサロの征服以来400年以上の長きにわたって失われていた自尊心を取り戻すきっかけをつかみ、革命以降白人に対してのインディオやチョロによる卑屈な態度は著しく減少した。それまで近忌とされていたインディオの人権問題や自主外交などのテーマについて公然と語ることも可能になり、ベラスコによって ペルー社会が抜本的な変革を実現したことは紛れもない事実である。ベラスコは1977年12月24日にリマの病院で死去した。棺は彼を敬愛した多くの人々によって墓地に運び出された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。